史上最悪の二日酔い、国境を越えるは、2011年公開のアメリカ合衆国のコメディ映画で、ハングオーバー。消えた、花婿と史上最悪の二日酔いの続編であり、ハングオーバー。シリーズの第二作となる。ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ザック・ガリフィアナキス、ジャスティン・バーサ、ケンチョンは前作に引き続いて出演し、トット・フィリップスも再び監督を務め、 またスコット・アームストロングと共に脚本を手掛けている。ラスベガスでの騒動から2年後、フィル、スチュ、アラン、ダグはスチュとローレンの結婚式のためにタイを訪れた。みんなはトラブルメーカーのアランをしぶしぶながら同行させ、ローレンの弟のテディも合流する。ローレンの父親はスチュを嫌っており、婚前パーティーでも彼をいびるのであった。 そんな夜の終わり、スチュ、フィル、ダグ、アラン、テディの5人は b チでキャンプファイアを囲み、アランが用意したマシュマロと前回の反省を踏まえて、フィルが用意したビール1本だけの乾杯をした。翌朝、一行は見知らぬ、ホテルの一室で目を覚ます。またもや昨夜の記憶を一切失って、2009年7月、バラエティシは、 ハング・オーバー2の制作開始は2010年10月を予定し、2011年のメモリアルデー公開を目指していると伝えた。また同月、ザック・ガリフィアナ・キスは、ラティーノ・レビューのインタビューで、本作では、太陽国が舞台になる予定であることを明かした。2010年1月、ザック・エフロンが出演するという噂が出回ったが、トッド・フィリップスにより否定された。3月、 ザック・ガリフィアナキス、ブラッドリー・クーパー、エド・ヘルムズ、ジャスティン・バーサとの続編出演契約が完了した。伝えられるところによれば、ガリフィアナキス、クーパー、ヘルムズには、それぞれ500万ドルの出演料に加え、工業収入の4%が支払われる。また、監督、制作のトッド・フィリップスには、約1000万ドルに加え、工業収入の10%が支払われる。 6月、トッド・フィリップスは2011年7月4日公開を目指し2010、2010年10月、本作の舞台はバンコクとロサンゼルスになると、トッド・フィリップスが認めた。撮影は2010年10月8日にカリフォルニア州オンタリオで始まり、数日後には制作現場の写真が公開された。また、同月、 前作でジェイドを演じたヘザー・グラハムは出演しないことが判明した。さらに、同月後半、メル・ギブソンがバンコクのタトゥーアーティスト役でカメを出演する、報じられた。しかしその4日後、スタジオとトット・フィリップスは、ギブソンの出演は中止になったと発表した。フィリップスは、自分は、メルはこの映画に最適だと考え、ワーナー・ブラザースの社長の同意も得た。しかし、 映画制作というものは多くの人との協力によって成り立つものである。メルの出演に関してはキャストとスタッフの全面的支援が得られなかったと語った。メルが演じる予定だった役は特攻野郎 a a チームザムービーでブラッドリー・クーパーと共演したリアム・ニーソンが引き受けることとなった。11月、JB ちゃんがスッチュの婚約者役で出演することが明らかになり、同時に タイトルが、ザ・ハング・オーバー、パート2に変更された。また、フィリップスへのインタビューで、マイク・タイソンの再出演が判明した。他に、ポール・ジアマッティが、キャストに加わることも報じられた。さらに後日、クリーン・エネルギーの演説を対応訪れていた、元アメリカ合衆国大統領のビル・クリントンが、カメオ出演のために撮影に参加したことが伝えられた。しかし、エド・ヘルムズは、 クリントンは、ただ単に現場を訪れただけだったと主張し、もしも映画に登場するなら驚くと語った。12月、ブライアン・カレンも再出演することが報じられた。また同月、スタントシーンの撮影中に車両事故が発生し、オーストラリア出身のスタントマンのスコット・マクリーンが重傷を負い一時昏睡状態となった。フィリップス監督の恋愛ルーキーズ、ハングオーバー。 デューデート出産まであと5日。史上最悪のアメリカ横断にも参加したクリストフ・ベックが本作でも作曲する。2011年4月、バラエティは入れ墨主役で出演していたリアム・ニーソンのカメオシーンがすべてカットされ、ニック・カサベテスが代演すると報じた。フィリップスによると編集している時に再撮影の必要性が出てきたが、ニーソンは タイタンの逆襲の撮影のために参加不可能であったためこのような処置を取ったというサウンドトラック版は2011年5月23日に発売されたプレミア上映時にグローマンズチャイニーズシアター街に設置された本作のマーキー2011年5月19日にカリフォルニア州ハリウッドのグローマンズチャイニーズシアターでプレミアが行われた 2011年2月にティーザー予告編がオンラインで公開された。全長版の予告編は4月に公開された。同月、ワーナーブラザースは映画ミッション8ミニッツに本作の予告編を付属させたが、PG-13 の同作品に R 指定要素のある予告編を付けるのは、ウッパーの規則違反とされ、取り除くこととなった。2011年4月、 イレズミ氏のス・ビクター・ウィットミルがワーナー・ブラザースに対して訴訟を起こした。映画ではスチュがマイク・タイソンのイレズミのコピーを掘られるのだが、それは無断使用であるとしてイレズミをデザインしたウィットミルはワーナー・ブラザースに使用場面のカットと損害賠償を求めた。ワーナー・ブラザースはウィットミルとの時短に失敗した場合にはホームメディアの発売の際に デジタル処理を施して、入れ墨を変更するつもりであった。2011年6月、ワーナーブラザースとウィットミルトの時談が成立した。時談の内容は明らかにされなかった。ハングオーバーは2011年12月26日時点で、アメリカとカナダで2億4652万8000ドル、その他の国々で2億5446万4305ドル。 全世界で5億8146万4305ドルの工業収入を得ている。公開発週末に全世界で1億7780万ドルを稼ぎ、ザ・シンプソンズ・ムービーの記録を破って、コメディ映画史上最高の初動記録となった。アメリカ合衆国とカナダ北アメリカでは、戦没将兵追悼記念日を控えた週末となる2011年5月26日。 木曜日に公開された。2600巻で深夜に興行がスタートして1040万ドルを稼ぎ、R 指定映画のシニア初動記録としては、パラノーマルアクティビティの630万ドルを塗り替えた。初日昼には1015巻増えた3615巻での公開となり、さらに2120万ドルを稼いで、公開初日すべてで前作のそれの倍近くとなる3160万ドルを、 稼いだ。この数値は、さらに2つの記録を破っており、セックスザシティの2670万ドルを超えて、実写コメディ及び R 指定コメディとしては最高の初日、興行収入である。出口世論調査によると、公開日の観客のうちは51%が女性で、そして41%が18ないし24歳であった。 5月27日金曜日にはさらに前日から5%下げた3000万ドルを稼ぎ、金曜日の実写コメディの興行収入では最高となった。公開発週末3日間では8594万6294ドル、1巻あたり2万3775ドルを稼ぎ、コメディ映画としてはザ・シンプソンズ・ムービーの7400万ドルを抜いて史上最高。 R 指定映画としては、マトリックスリローデットの9170万ドルに、ついで、史上2位の記録となった。戦没招兵追悼記念日を含む4日間では1億340万ドルを稼ぎ、史上4番目に高い記録となった。しかしながら2週目末の興行収入は64%。 減らした3140万ドルであり、前作の2週目末の下落率の27%よりも大きくなった。国際市場、ハングオーバーは2011年5月26から29日に世界40カ国5170館で公開が始まった。金曜日から月曜日までの週末に、前作の3倍以上となる6030万ドルを稼いだ。 最も高い初週末興行収入は920スクリーンで公開されたイギリスの1040万9017ポンドであり、同国の米国コメディ映画の初動成績としては史上最高2011年公開映画としてもパイレーツ・オブ・カリビアン生命の泉の1163万4860ポンドに次いで2番目に高い初動となった。 オーストラリアでは1210万ドルを稼ぎ、MA 指定作品としては、セックスザ・シティの記録を破った。本作は評論家からはおおむね否定的な評価を受けた。ロッテントマトズは233のレビューで34%の、支持率で10点満点で、平均点は5.0点となり、1作目と比べて、より残酷で、暗く。 だらしないカーボンコピーであり、オリジナルをヒットにさせる要因となった意外性が書いているとまとめられた。また、メタクレティックでは40のレビューで100点満点中44点となった。詳細は、ハングオーバー。最後の反省会を参照。ありがとうございます。